そうですね、皆さんぜひぜひ前の方に来てください。一緒に盛り上がりましょう。ぜひぜひ遠慮せずに皆さん前の方に行ってください。それでは聞いてください。そう、キラ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 気持ちいい感じ、クラ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 しちゃいそうなくらい。
も大好き、みんなは歌が大好き。ありがとうございます。ネミトの青い炎の17歳歌です。よろしくお願いします。このネミトのメンバーもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりの仙台ですね。本当ですね。来ちゃいましたね、仙台。本当です。でも来ちゃいましたね。4月ぶりだね。そうだね、4月ぶりに。ありがとうございます。仙台遠征ということで、ね、楽しみにしてた。そうね。しかもさ、今回はさ、明日もあって2日間遠征ということで、2日間多分こんな遠いところまで来るのはレミトちゃん史上初めてだと思うんですけれど、この前さ、やっぱ遠征ってさ特別だから、いつも記念の思い出残したいなって思って、この前はね、牛タンを食べに行ったんだよね。そうだね、牛タン食べに行ったよね。ね、そうだね、何食べるの出るかな。何食べるかな。レミトちゃんね、ご飯の話からね、大好きすぎて。ほんとよ。 MC とかで毎回ご飯の話になっちゃう。 MC 以外もそうだよね。そうなんだよね。私たちいつもショールームという配信アプリで、はい、毎週木曜日7時から配信をやってるんですけど、 そこでもずっとご飯の話をねしちゃいましたね。そうなんですよね。この前の配信もそうだったね。そうだったね、ご飯の話してたね。木曜日の6時からやってるので、お時間あったら見に来ていただけると嬉しいので。よろしくお願いします。木曜日の7時から。消してください。木曜日の7時からです。消してください。木曜日の7時からです。ぜひ見に来てください。もう2日間はもっと仙台前より満喫したいなって思って、なんか全然私たちも茨城からね、わざわざこうなんか遠いところなんで、まあ全然話がまとまらない遠いところなんで全然知識がなくて、なんか皆さんよかったら物販なので、仙台について教えてください。ぜひぜひよろしくお願いします。この後ね、物販ライブ後に物販もあるので、こちらの方に入ってお話ししましょう。私たちはね、茨城から来たということで、そうですね、遠征したからには茨城の良さをしっかりと届けていきましょう。そうですね。私たちは茨城のことをもっと皆さんに教えるので、皆さんはぜひ仙台のことを教えてください。早速ね、じゃあ続いての曲は茨城の美味しい食べ物がたくさん入っている曲です。ぜひ歌詞に注目して聴いてくださると嬉しいです。それでは聴いてください。茨城の美味しいパラダイス。やったー。バラに、バラにの恋しいバラダイス。
ありがとうございます。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 あり
七年目で無事にね。そうだね。そうだね。そうだね。大丈夫。おめでとう。最後まで盛り上がっててください。お願いします。お願いします。それでは最後の曲聴いてください。梅。どうぞ。Bye!